言うんだけど、返事するタイミング遅くなるからね。翔太郎。すみません、今日の方にお持ちください。ちょっと待ってよ。俺がいいって言ったら名前言ってスタートして。はい。はい、次の選手の名前言ってスタートしてビデオ撮ります。関口いきます。はい、関口和久。セットかなり細かめです。24、5メートル。もうどん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 エッジ外してこないと間に合わないです。もうちょっと良くなってきたじゃん。あー、やっちゃった。褒めたら失敗すんな。ほら、こっちか、はじめ。間違えた。はじめはこっちでした。はじめもっと機敏に動いてこい、機敏に。右手行きます。言うと、ここで上半身起きちゃうんだ。エッジ外しに行くときにちょっと肩の位置が後ろすぎるんだ。もうちょい肩の位置はビンディングトゥーピースの前に出ていかないと肩落ちていかないぞ。はい、タカシ。おい、タカシ、もうちょいしっかり谷回りしたい。谷回りでちゃんと捉えて押していかないと。両足がバラバラに見えるのはそのせいだよ。はい、勇気、瀬田勇気。もっとこうグーンと発射するみたいにここから出てきたいな。上体を、上半身起こすな。上半身起こさないで縦の重さをから動いてくる。石津雄一郎オンコース。手前で準備がちょっとできてないよ。ゲートの手前準備して動いてくる。動け、もっともも立てろ。動くときはももをもうちょい起こす。サトシ、オンコース。ゲートでブラッシュマーカーで外していくように。外していく最中はブラッシュマーカー。それできてる子が横に来たから。ビデオ撮るから。それできてる子が横に来たから。ビデオ撮るから。いいよ。エミリー。ちょっとやっぱね、だいぶ上手くなったんだけど、肩の位置が前に出ればさっきの子みたいに。ここを滑ってるだけですごいよ、チカ。その今の段階で頑張れ。はい、翔太郎。次から行きます。はい、せないよ。はいよ。はい、はじめここでしっかり骨盤に重さきてないよ。軽い、谷が軽いよ。高橋。はい、次の選手の名前言って出て。ゆうといきます。はい、ゆうと、肩の位置な、肩の位置絶対胸起こすなよ。立ち上がりで後ろ行かないように。そのため、あおい、
出た勇気。切り替えジャンプエクササイズ。ジャンプできない。遅いからできないよこれが。はい、ゆういちろう切り替えジャンプ。うん。お、あーちょっと来た。近いきます。はい、近いよ。あの呼吸使って、呼吸ね、突きを抑えるときはいい。関口勝久。出ました。